どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回はオフィシャルヒゲダンディズム、ヒゲダンの新しい曲イエスタデイ、この曲をこの小さいウクレレでガズレレ流シンプル簡単バージョンでやってみようと思います。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流簡単バージョン、後半はかっこいいバージョンです。疾走感満載のかっこいいバージョンやります。2バージョン最後までご覧になってください。さあウクレレで大好きな音楽を弾いて歌いましょう。これねウクレレ簡単なんですよ。ぜひ皆さん始めてください。簡単なんだけど始めたらわかります。奥もすごく深いんでハマりますから、ほんと楽しいです。今ご覧になってるガズレレ YouTube 見てるだけでどんどん音楽がウクレレ楽しくできるようになります。 YouTube ですからいつでもどこでも無料で楽しめますよ。ぜひ皆さん始めてください。もうちょっとしたらこの辺にリンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通りに、ウクレレ触りながらその動画をガズレレ YouTube 動画を 見ているだけでどんどんできるようになります。じゃあリンクありますよ。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい、クリック行ってらっしゃい。そこにはガズさんが今まで取りためたあらゆる音楽が800曲以上ウクレレ簡単レッスン動画としてアップロードされております。最新 J-POP、 定番 J-POP、 昭和歌謡曲、演歌、夏メロ、洋楽、ハワイアン、アニメのソング、映画の曲も何でもかんでもウクレレでやってます。ぜひ、さっきのリンク先のところにね検索できたりジャンルボックスから探せたりな、するようになってますんで、お気に入りの曲どんどん聴くだけじゃなくて演奏しちゃいましょう。さあ行きましょう。オフィシャルヒゲダンディズム、ヒゲダンのイエスタデイ、まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみます。ワン・ツー。イエスタデイ、ヒゲダン、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。今の聞いていただいて分かったと思うんですけど、ベリーベリーショートカットバージョンでお送りさせていただきましたが、一応全体的な感じは網羅しております。今やったバージョンは、イントロから A メロ B メロやってサビやって最後の最後のサビをあのハーフで乗っけたということで、ガズレレショートカットオリジナルアレンジになっておりますけど、フルでやりたい方全部書き出してください。コード進行は基本これになってます。歌詞が変わったり、ちょっとこう押したり弾いたり、演奏のね、この感じが変わるっていう感じで、フルでできるようになると思います。あとテロップで一緒になんとかできた方は、それでもノートに書いて自分だけの演奏でやってみてください。その時の参考になるように私のノートを見ていただきます。まずこのイントロからですけど、ちょっとイントロはちょっと場所の節約のために、ここで4回ですかね、ワンブロックが短くなってます。はい。まあ、一時停止。
イントロ比較的シンプルな感じで。で、あの、伸ばしたり、四つ引きしたりするんですけど、ちょっとテロップに一応さっと書いておくんですけど、なんか雰囲気でちょっと感じ取ってください。で、こっから A メロが始まります。これは、この曲はですね、やっぱりちょっとこの歌い回しっていうんでしょうか。言葉の乗せ方とメロディーラインがすごくやっぱり、ヒゲダンならでは、オフィシャルヒゲダンディズムならではのこの世界観ですので、やっぱり慣れというか、相当聞き込んでる人はこれはね、気持ちいいと思いますけど、初めて聞く方歌うの結構難しいと思いますね。ちょっと取り組んでみてください。コードは結構シンプルなんですよね。やっぱり歌い方、歌い回し、言葉の乗せ方、この辺がポイントになると思います。じゃあ、一時停止でメモってね。ちょっと分かりづらかったら動画のテロップ一時停止して書いてもらうのもバッチリいいと思います。はい、ここ B メロからサビですね。はい。で、ここがちょっと追加、ここから追加されてるあのサビなんですけど、ちょっとここも場所の節約のため、このワンブロックがこの大きさになってます。まあなんでこの辺ちょっとね、あの、狭くなっちゃったんで、テロップ見ながらの方がいいかもしれないですけど、まあガズレオリジナルアレンジですね。皆様をちょっと独自に書き出していってみてください。これ最後のエンディングですね。ここ C から C7 行って F で、ダーッと終わるというのが、この特徴でございます。これ最後のところでございます。はい。はい。じゃあ、出てくるコードの解説いこうと思うんですけど、ちょっと今日ね、場所がちょっとなかなか狭い。どんどん行ってきますよ。ちょっとこれちっちゃくなってくる。文字だけでね。C、Am、F、Dm、D7、C7、G7、E7、Em7。ということになっております。これ結構コードはでも多いな。まず今言った、今読み上げたやつは、これはですね、これです。ガズレレ必須コードというグループです。このガズレレ必須コードは何かと言いますと、ウクレレにとってものすごく便利なコードのグループの名前でございます。本当はコード山ほどあるんですけど、まずウクレレで音楽始めている方は、これから覚えてください。10個ぐらいありますけど、1個ずつ見ると、すごい簡単。1本の指で押さえられるコードもいっぱいあります。だけど10個いっぺんに覚えようと思うとちょっと大変。そんなことで私が、めちゃくちゃわかりやすく解説している動画をここにリンク貼っておきますんで、ここのリンク先で動画を見て、この10個のコード。頭にスッと楽しく覚えられるように撮ってますんで、ぜひそこでマスターしてください。で、今日はですね、これ初心者バージョンといえども逃げられないコードっていうのが出てきまして、B メロですね。それでもちょっと簡単にアレンジしてるんですけど、出てくるコード、普段出てこないコード出てきますよ。これは C マイナーというコードです。ちょっと見てください。C マイナーを押さえる場所。いいですか？こことこことここの3つです。だからこういうふうに私は薬指で今押さえてたんですけど、こうでもいいですよ。これでもいいと思います。あとは人差し指でもいいんですけど、ちょっとここに行くときにタイムラグが出る可能性があるんで、これを押す、これかこれをおすすめしますけど、まあどっちでも気持ち、これ、あの音がね、ちゃんとこう、出てればいいと思います。はい。で、ちょっと今、これ余裕ある方は、ここをつけた方がさらにおしゃれなコードになるんですよ。これをつけると G シャープメジャーセブンというコードになるという。この方がいいですけど、これちょっとね、これ結構難しいです。なので、この C マイナーで私はアレンジしましたけど、C マイナー、ここどこ出てくると、本当はいつでもの B メロの頭のとこ、その次、いつでものところもちょっと普段出てこないコードなんで、一応確認しておきましょう。はい。まあでもちょこちょこ出てくるかな。G マイナー7ですね。これです、これは。はい、押さえる場所を確認。ここと、ここです。こことこ、だからこういう風に見て、キュッと押さえて、このぐらい反り返る感じ。で、ちょいと足す。4弦は弾かないです。はい。で、ここやると、さっきの C マイナーから G マイナー7行く。本当はいつでも、誰もが、こんな感じの、こうなんとも言えない、とろけるような響きになります。これぜひ、初心者の人に頑張っていってみましょう。これでもいいですよ。いつでも、誰もが、ここはちょっと突っかかっちゃうところだと思うんですけど、ファイトを一発やってみましょう。はい。そして、ここからかっこいいバージョンの解説に行こうと思うんですけど、ちなみに今回はこれかっこいいバージョンもシンプル簡単バージョン、コード進行全く一緒です。で、前半まではね、ほぼ一緒なんですよ。で、唯一違うところは B メロ以降です。B メロはですね、これで行こうと思います。ちょっとあの表現難しいけど、16ビートの大きい感じの、16ビートということで、16ビートのチャですね。ちょっとやってみましょうか。今やったね、C マイナーと G マイナー7のところですね。ワン、ツー、本当はいつでも誰もと思うんだが、チカタカスタスカタカツタタンデカタカツタタンデカツカタタンデカ。大きい16ビートですね。ダンダカチタツタスカツタピカツタタンデカチタツタスカツカチ。こんな風な感じの大
きいのに、ここがすごくかっこいいんですよ。こう大陸的な感じになって、だから、なんつうのかな、ドーンとこう開ける感じですね。本当はいつでも誰もが思いやる。あそこ、ここのリズムはちょっと難しいと思うんですけど、16ビートルチャということで表現したいと思います。で、その後、サビに行くじゃないですか。遥か先で、これは8ビートルチャにしようかな。これね、原曲を聴くと、こうスカベートみたいなイメージもあるんですけど、こんな感じでもある。先で、どっちにしようかと迷ったんですけど、やっぱり8ビートルチャの方が前にグイグイ進む疾走感があるなと思ったんで、8ビートルチャでサビアやろうと思います。で、今やったズチャズチャスカベートでもこれ十分かっこいいと思いますので、どっちか自分のかっこいいなと思う方を選んでもらったらいいと思います。ということで、今回リズムは A メロの方を伸ばしたら4つ弾き ばっかりでこれシンプルでいくんですけど、 B メロは16ビートルチャで、サビは8ビートルチャで疾走感満載でいくか、8ビートルチャってのはこれですからね。ダスとタカタン。はい。じゃあリズムの弾き方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から16ビートのチャ、これ一番難しいと思うけどね。はい。と、8ビートのチャと、スカビート見て、ちょっとそれぞれ練習してみてください。ちなみにどのリズムも超基本のリズムは8ビートというリズムになります。そう、さっきのリンク先の一番上に8ビートがあるので、それからだんだんステップアップしていくのをお勧めいたします。はい。ということで、結構シンプルなんですけど、このリズムが、のメリハリだけですごくこうドラマ性が生まれるかなということでございまして、あとはやっぱさっきも言ったんですけど、歌い回し、言葉を乗せるタイミングと歌のメロディーのこう高低差、低い音程からドーンと高くなったり、この辺の世界観がもうね、ヒゲダンならではの世界観でございまして、はい。その後歌詞の内容もね、なんかこう感じ取りながら気持ちを込めて、ヒゲダンのイエスタでガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。わー、してみせるよ。雨上がり虹がかかった空みたいな君の笑みを、例えばその内緒に誰かの表情を曇らせてしまったっていい。悪いものは僕だけでいい。本当はいつでも。デズムイエスタでガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。いやー、かっこいいです。前半はね、こうおとなしめに始まって、で B メロからちょっとね、世界観カラッと変わるんですよね。リズムが大きくなるでしょ。本当はいつでもコンダンスとか、あのなんていうのかな、あのスケールがボーッと広がる感じがね、すごくかっこいいですよね。そっからサビでまたこうガーッといく前のめりになる感じ、なんか本当にこのエモーショナルに奏でた曲かなと思いました。皆さんも大きい声で思いっきし歌いましょう。ウクレレは楽しいです。あ、ちなみにこれお知らせしておきますけど、今使ってるこのガズさんのウクレレ、
サイトがオープンしましたが、予約販売中です。ぜひ皆さん見に行ってください。あとね、このウクレレ持ってガズさんで、ね、日本中、全国飛び回っております。今週末、明日は熊本行きますからね、そんなイベントの最新情報と、本の情報、この後ちょっとガズレレ最新情報を引っ付けておきますんで、お時間ある方もない方もご覧になってください。チャンネル登録の方もお願いいたします。それでは楽しく音楽史を今日は見てくださってありがとうございました。ご案内動画、どうぞ。はい。まずはガズレレホームページ見てください。ガズレレ .com でございます。ホームページのリンクもここに貼っておきます。まずイベント情報なんですけど、次回のイベント、10月27日、九州熊本でガズレレイベントが行われます。こちらのイベント、本当に楽しんで、初心者からベテランまでウクレレ持って集まってください。もう本当にね、その日からちょっと変わっちゃいますよ、いろんなこと。待ってます。あと、ガーッとこちらにイベント情報あるんですけど、ありがとうございます。11月11日の東京と、12月7日の神奈川、ソールドアウトです。大感謝。はい。そういうわけで、九州2カ所は参加できますからね。全国の皆さん、待ってます。はい。あと、最新情報はこちらのウクレレ、ベトナムで作ってるガズさんの、もう、ほんといい音するウクレレなんですけど、この予約販売サイトオープンさせます。楽しみにしといてください。あとは本もいろいろ出してます。まずはリットミュージックから出てるこの100曲入りの本をはじめ、あともう一個リットミュージックから出てたり、主婦の友社からガズさんの人生いいことばっか書いてる本も出てますよ。そんなのもチェックよろしくお願いします。はい、楽しく音楽やろう。今日は見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。